鶴谷剛は、日本の男性キックボクサー。東京都新宿区出身。ニュージャパンキックボクシング連盟オグに事務所属。東京都立世田谷泉高等学校卒業。2009年4月26日、高橋幸光と対戦し、ローキックとパンチで攻め込み、3から0の判定勝ちを収めた。2011年1月23日、後半。 MO g KI の足が止まったところへパンチを集め、僅差の判定勝利を飾り、ランキング入りを確実にした。2011年8月21日、3ラウンドで、決着がつかず延長を4ラウンドにて、富士、東釜え傘の足が止まったところへパンチを集め、僅差での判定勝利を収めた。2012年4月29日、1.2R、パンチと、ローで手数を増やし右ロー。 左ボディ、右ストレートを当てる。ー r リューノブルがパンチで前に出るが、鶴谷は膝蹴りと右ローを当て、判定勝利した。2012年6月24日、右ストレートを当てて応戦するも、鈴木が右ストレートから左右の連打や、左ボディを織り混ぜながらパンチのコンビネーションで攻め、有利な展開になる。鶴谷も右ストレートやバック肘を狙い、 終了直前には、肘で、鈴木の右目尻を切れも反撃及ばず、同門対決で敗北を起死した。2012年8月26日、試合は、序盤から左右にローを打ち分け有利に立つが、終盤苦しい場面が多々見られた。しかし持ち前の粘り強さで持ち直し勝利した。2013年2月17日、課題のスタミナを克服し、 終始リードを保ち判定勝利したアウトファイターであり粘り強い戦い方を得意とするありがとうございます。